瞬間をショックチャンネル。お客様こんにちは。午後3時を迎えまして、このお時間はお茶以降のお時間となります。今日担当しますのは担当キャスト佐々木です。よろしくお願いいたします。ではですね、大型連休中という方もいらっしゃるかもしれませんが、ショップチャンネル実は4月29日から5月3日までの間、今年もやりますお茶碗グランプリやっていたんですよね。もうすでに各日にちでお一人選ばせていただきまして、これ担当キャスト任意で、もう本当に自分の意見だけで採用させていただいているんですけれども、こちらのですねお茶以降のエコバッグプレゼントさせていただいております。今日もその日ですので、ぜひ何名か多く読ませていただいて、その中から選ばせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速ご紹介していきますね。今週のテーマだったんですが、あなたの知る〇〇のコツを教えてくださいというテーマでした。それにお答えくださった方たくさんいらっしゃったんですね。まずラッキー様です。幸せになるコツいいですよね。ズバリ感謝することです。先日止まっていたタクシーのドアが突然開いて道路に落ちました。その時反対のドアが開いていたら後ろからの車にぶつかっていた。こちら側で感謝と思いました。これ相当怖かったと思うんですけれど、こう思えたラッキー様がすごいと思う。私かなり気が動転すると。しかもタクシーのドアが突然開いて落ちちゃったんですもんね。よくご無事でいらっしゃってよかったです。ラッキーさんも本当にすごい体験をされたいということでメッセージいただきました。ありがとうございました。では続いて、私への答えですね。幸せのクローバー様からいただきました。佐々木キャストへ物覚えのコツです。軽く体を動かしながら音読して覚えるといいですよ。座ったままの姿勢よりも脳が活性化されて記憶力がアップします。家の中を歩きながら覚えるのもいいですが、軽くスクワットをしながら声に出して覚えるのが私のおすすめですと。私これを早く教えてもらいたかったです。私いつもどう覚えてたかというと、お風呂なんですよ。お風呂に浸かりながらずっと考えてあっちこっち見ながらってこう覚えてたんですね。全然頭に入らないんですよ本当に。でも軽く体を動かしてたり歩いてたりスクワットいいじゃないですか、足腰の健康のために。これを若い頃からやってたら相当私足腰に自信ある人になってたと思うんですよ。今からでも遅くはないです。お客様もぜひちょっと物覚えっていうよりちょっと忘れっぽいなって思う時に、買い物何を買うのかっていうのも忘れるんですよ私。そういう時も覚えながらスクワットしながら出かける、いいと思います。幸せのクローバー様ありがとうございました。私買い物のメモからこれでちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。では続いてなんですが、朝から天丼様からです。怒りスイッチを収めるコツです。これもいいかもしれませんね。カッチンと来た時にはまず口をつぐみ口角を上げます。そして心の中で唱えます。腹は立てずに寝せておけ。私はこれで幾度となく怒りを沈めていますでしょっていうことなんですが、いいかもこれも。やっぱり口をぐんであとは口角上げるっていうとちょっと笑った顔になりますよね。そうなって心の中で静かにそれをなんて言うんだっけって思い出そうとしてるだけでも笑えちゃうかもしれません。これちょっといいやり方かもしれませんが、以前メッセージをくださった方の中で1分待つとか、なんか時間をちょっと置いてみてそれでも言いたいことなのかっていうのをちょっと考えてみるといいですよみたいなことをおっしゃってくださった方がおられたと思うんですよね。これもまた一つのやり方です。やっぱり自分の思いと違うところでカッチンとくることってあると思うんですが、今
ご覧になってらっしゃる方、朝から天丼様からいただいてください。ありがとうございました。では続いてご紹介するのがポチママ様ですね。アイデアです。枕を洗うときに大きめのネットに入れて洗うとネットごと吊るし干しができるので良いですよ。確かによく枕もあのネットに入れたり寝具ってネットに入れて洗ったりってありますけど、それをいちいちまた出してどう吊るすの、洗濯バサミなんなら風で落ちちゃうっていう時ありますけど、ネットに入れていたら落ちづらいかも。これも超アイデアいただきました。ポチママ様ありがとうございました。これもすごく参考になる方いらっしゃると思うんですよね。続いてメグ様です。これから夏服に衣替えですね。タンスなどに防虫剤を入れてその匂いが気になりますが、ドライヤーの熱風を当てると匂いは気にならなくなります。一度お試しください。知りませんでした。へーって私今読みながら思っちゃいましたけど、もし防虫剤やっぱりあの家の隙間によってとか結構虫が入りやすいっていうところもあったりすると思いますので、そういう時はドライヤーの熱風だそうです。冷風ではなく熱風を与えるといいと。え、今スタッフから1個あったんですけど、古い傘にドライヤーを当てる、あの水をはじかなくなったような傘にドライヤー熱風を与えるんだそうです。まんべんなく水はじくようになるって昨日もやったそうです。そんなアイデアもあるんですか。すごい、みんなアイデア持ちです。あのこの企画いいかも。あなたの知る〇〇のコツ、また次回またやってほしいなと私個人的に思ってしまいました。メグ様ありがとうございました。では続いて、ミラノ様からいただきました。ジーンズを早く乾かす方法です。最近は土状に干す方法が浸透していたと思いますが、私は裾を上にして土状に干します。濡れたジーンズの重みで洗いじわが改善。ポケットめくれるときに生乾き防止になります。確かに折れるからだ。すごい、逆さまに干してみてくださいってありますが、私も結構デニム派なので非常におすすめでした。ミラノ様ありがとうございました。これ一回やってみます。ということでそろそろ時間になったということなので、今回読めたのが6名の方でしたので、私個人的に選んでいいということなので、どうしようかな、結構悩むんですよねこれ。すいません、どこにしようかな。でもねやっぱりね、私ラッキー様にする。おめでとうございます。なぜかっていうと、幸せって結構小さなことからいろんな考え方で変わってくると思うんですよね。やっぱりちょっと遅刻しちゃったって言ったって、その遅刻した一歩遅れた電車によってちょっと見える景色が変わるっていうことだってあるわけですから、もうぜひあの考え方だと思います。あのすごく辛いことが起こってもやっぱり逆に勉強になってよかったなっていうことだってあるわけですから、ぜひ考え方、私も心からこれからも改めていきたいなと思いますので、ラッキー様にこちらプレゼントさせていただきます。結構色がいいんですよ。私さっきもキャンプ仲間、あのねバイク乗る人もいるしね、車で行くしね、キャンプ仲間で話しててもやっぱりこれね色いいんですよ。すごく男性女性問わずになりますので、でこちらがあなんかタグもあった、あ触れなくていいのね、触れなくていいそうです。こちらがあスイカ丸ごと入りそうってありました。でこの明日になります。フィナーレはネズキャストでご紹介していきますので、この後3時からはブランコワールご紹介です。ぜひハバナイス。大人気の畑のご褒美がショップスターバリューで登場です。